5月10日午前の取引が終了しました。日経平均株価は上昇しております。昨日と比べて60円06銭高の19,903円06銭で取引を終えました。19,900円台に乗せております。値上がり銘柄数、東証一部全体の約 51% の1000とび37銘柄と過半を占めました。これに対して値下がり銘柄数が約 40% の800銘柄となっております。全体的に堅調な推移となりまして、規模別で見ましても大型株3ポイント高、中型株が2ポイント高、小型株が10ポイント高と、それぞれ全体的に上昇しました。商いもそれなりに増えております。売買高は10億8100万株余り、売買代金は1兆2956億円ということで、約1兆3000億円レベルということで、前場段階としてはそれなりの商いができたということになります。トピックス東証株価指数も 3.5 ポイント高、 JPX 日経400も25ポイント高ということで、それぞれ反発しました。昨日の海外、特にアメリカのマーケットは高安まちまちではありましたが、 IT 系のハイテク関連などが上昇して、ナスダック指数などは最高値更新しました。さらに6月の FOMC での利上げがさらに織り込み進みまして、長期金利が上昇、結果として為替市場ではドルが買われて円が売られました。ドル円相場一時1ドル114円台、東京市場に入りましてからは113円台後半という水準で、昨日と比べますと円安ドル高に触れて、これが東京株式市場の追い風と働きになりました。輸出関連株など景気敏感株中心に買われまして、日経平均株価堅調な推移となりました。最も決算発表が竹縄非常に多い時期ということもありまして、選別物色の動きも鮮明で、いい銘柄を買って、そうでもなかった、あるいは期待に届かなかった銘柄を売るという銘柄が動きが非常に強く出たということで、急騰する銘柄や急落する銘柄が増えたというのも今日の前場段階での特徴ということが言えます。そういった中で上昇した銘柄としましては、まず一つ6479のミネベア三つみがありました。前場段階で結局 10% を超える大幅高となりまして、年初来高値を2日ぶりに更新しております。こちらは昨日前3月期決算発表を行いまして、新年度今3月期の予想についても増益予想ということでした。為替相場が比較的保守的、1ドル105円という保守的な予想にもかかわらず、営業利益が2桁伸びるという予想を会社側開示しておりまして、素直に交換された買いが先行しました。逆に下げた銘柄としましては、アニコムホールディングスが急落しました。前引けでは 16% を超える下落率ということで、大幅安となりました。こちらはペット保険の国内最大手という会社でありますが、こちらも昨日の決算発表で新年度今期の予想につきまして3割近い大幅な減益を予想しているということが明らかになりまして、見切り売りが増えて急落という動きとなりました。以上、今日全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。